緊急事態宣言で職場で働く人の人数の削減が求められる中、清水町役場では今日から普段使用していない役場の会議室などをサテライトオフィスとして活用する分散勤務を始めました。新型コロナの感染が拡大する中、清水町は利用を制限している役場の会議室や保健センターの相談室、図書館の学習室などをサテライトオフィスとして職員が予約して分散型の勤務をしています。業務効率でいうと集中できる分早く仕事ができるので、かなりいいかなと感じています。電話を任せきりにしている部分がありますので、そういったところではちょっと心苦しいかな。急遽な対応ということで、そのサテライトオフィスで使えるパソコンの台数に限りがあるということで、今後は働き方改革っていう部分もありますね。そういった観点からも執務室以外で使えるパソコンを増やしていけたらなと。清水町では緊急事態宣言を受けて在宅勤務や休暇の取得を促進していて、このサテライトオフィスと合わせて出勤者の削減を進める方針です。